こんにちは、花町接骨院久松です。今回はベルベルバー、舌で健康状態をチェックしようということでお話しいたします。はい、今回舌ですね。舌でね、健康状態チェックできるっていうね、この今回お話しいたします。そしてこの動画をご覧になることによりあなたは毎日舌の状態チェックするようになるはずですよ。ではお話しいたします。舌ってですね、これ粘膜が薄く血液の流れが分かりやすいんです。ですから色や形に不調が出るんです。舌って、体質や内臓を映す鏡と言われてるんですよ。じゃあどういう変化、どういうものなのかというと、まず色が赤っぽい場合っていうのは体に熱がこもっているとかのぼせとかほてりがある場合、そして白っぽい場合、それは体が冷えてるとき、手足の冷えや下痢がある場合、そして形なんですけども、舌に歯型がついてる場合っていうのは体が弱っているとか疲労している状態です。そして舌が熱くなってるとき、そういうときは胃の不調やむくみがある状態、そして、裏の血管が浮き出ている状態っていうのは、老廃物やストレスが溜まっている状態なんです。あなたもぜひね、ご自分の舌鏡でチェックしてみてどうなってるか、見てみましょう。それでもしこれらにね当てはまるようなことがあったら、不調があると思ってしっかりね体休めて、そして対策をしてみてください。ということで今回の話、もう一度復習すると、舌は粘膜が薄くて血液の流れが分かりやすいんです。ですから色や形に不調が出ます。舌ってね、体質や内臓を映す鏡なんですよ。で、その調子なんですけども、色がまず赤っぽい時は体に熱がこもっている、のぼせとかほてりがある時、そして白っぽい時というのは逆で体が冷えてる状態、手足の冷えとか下痢になってる時です。で、形なんですけども、舌に歯型がついてる場合っていうのは体が弱ってる状態、疲労している状態、そして舌が熱くなってる時っていうのは胃の不調とかむくみがある状態、そして胃の、舌の裏側の血管が浮き出ている時には老廃物やストレスが溜まっている状態です。ぜひね、舌毎日チェックしてみることをお勧めいたします。そしてこれをご覧のあなたが、もう舌をチェックしてもね、不調が、あってどうしようもない、どうにかしたいということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して触られるっていうことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。